皆さんこんにちは、今朝北海道から来ました宍戸貴子と申します。ちょっと東京暑くて今バテ気味です。ですね、私は、福島県の富岡町というところで生まれて育ちました。富岡町と言って皆さんピンとくるでしょうか。東京電力福島第二原子力発電所のある町で、今も帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の、3地点に分かれているところです。震災当時、私は福島県伊達市というところに住んでいましたが、本当に地震が起きた瞬間にこれは原発が危ないって体中の血の気が引くような思いがしました。原発がね、どんなところに立ってるか知ってたんです。原発見学とか子どもたち行くんですよ。原発のある海で泳いで育ってるんです。だから津波が来るって聞いた時に原発持たないって思いました。爆発してからも本当に私が住んでた伊達市の町でどうにかして子どもたちを避難させたいって声を上げ続けました。でも原発から50キロ以上離れてる町です。みんな国が安全だって言ってんだから大丈夫だと、おじいちゃんおばあちゃん残していけるわけないでした。もしね、子供と嫁さんだけ避難なんて言ったら親戚に顔向けできないからやめてくれましょう、そういうふうに言われるような場所だったんです。それでもうちは両親はもう避難民だったので、どこにでも行け、子供たち守れ、そういうふうに言ってくれたから北海道に避難できました。北海道の雇用促進住宅が私の新しい住居になりました。北海道では、避難指示区域の人、何でしょうね、罹災証明が出た人に関しては同営市営住宅を割り当てられたんですけど、自主避難者のためには雇用促進住宅が割り当てられたんですね。で、私が住んでる雇用促進住宅は、事業仕分けで札幌の人がほとんど出てしまった後でした。そこに新たに自主避難者がどっと押し寄せてくることになります。一番多い時で200世帯を超える、ほぼ自主避難者の世帯になりました。そのね、7割近くが母子避難でした。自主避難なんです。賠償金とかほとんどないんです。お金ないからお父さん福島に残って働くんです。小さなお子さんを連れたお母さんたちが毎日毎日本当に少ない荷物を持ってうちの団地に入ってきました。このままじゃいけない、福島から避難するってことはみんな孤立してくるんです。ましてや自主避難です。なんで逃げるんだって言われながら、親戚とか旦那さんの理解もなかなか得られない中、親友と喧嘩をしてそれでも子どもたちを連れて避難してきた人たちです。だからまずはその人たちをつながなきゃいけないと思った。私は自治会を作りました。避難者のお母さんたちのお茶会をしてなんとか子どもたちとお母さんたちをつなぎました。今うちの団地はもう60世帯ぐらいまで減ってきています。地域の人たちもたくさん受け入れてくれました。小学校では、子どもたちの通う小学校では私たちの住宅支援の延長の署名を先生方の有志で出してくれたんです。それぐらい地元の人たちもみんな手助けしてくれます。行政の人たちも、本当に行政の人たちって法律とかね、取り決めの範囲がすごく厳しいんですけど、そのギリギリのところをなんとか縫って私たちを一生懸命手助けしてくれました。市民団体も3月16日には立ち上がってたんです、札幌。だからその人たちの手助けもたくさんありました。私たち北海道札幌の避難者はとても恵まれてると思います。でもそれでもさっき言いましたように、今200世帯近くあった避難世帯は60世帯まで下がってきてます。4年半、長いですよ。母子避難、お父さん疲れちゃいますよ。もう周り見回したって誰も避難なんかさせてないんだもん、まだお宅避難させてるの、そう言われたらもう帰っておいで、そう言っちゃう人だってお父さんだっています。お母さんも子供と2人べったりだったら疲れちゃいます。なんとかコミュニティを作って支え合っても、それだって離れて暮らすのつらいです。それと、まあ、60世帯になったのはみんな別に福島に、全員福島に帰ったわけじゃありません。家族避難できた世帯に関して言えば、
もうなんとか自分たちで自立をして札幌で暮らしていこうとうちの団地を出て行った人たちもたくさんいます。甘んじて支援を受けていたいと私たち避難者だって思ってはいないんです。自立できるんならしたいんです。だからなんとか職も見つけた、幼稚園も入れた、お母さんも仕事に出られるようになった、そういう家庭は自分の意思でうちの団地を出ていきます。今2017年の3月に私たちの住宅支援は打ち切られようとしています。これから必要なんです。住宅支援、避難者支援、立ち直れる人は自分の力で立ち上がれます。これから残っていく人たちはやっぱり母子避難で帰りたいけど帰れない、どうにかして子どもたちを安全なところで育てたい、そういうお母さんたちなんです。その人たちに対しての住宅支援を打ち切っていいのでしょうか。これからさらに強制避難区域の避難指示解除も始まっていきます。自主避難者は減るのではありません。これから増えていくんです。その人たちの支援がどんどんなくなっていく。避難者もね、疲れちゃって声なんか上げられないんですよ。私が北海道から来てる、もう私ずっと出ずっぱりになっちゃう。それぐらいもうお母さんたち疲れてます。お父さんたちも疲れてます。だから皆さん一緒に声を上げてください。お願いです。私たちいつまでも甘えているわけじゃありません。事故が起きる前はみんなちゃんと生活できていた人たちばっかりです。事故があったからみんな苦しい立場になっている、生活困窮になっている、精神を病んでしまったお母さんもいる、離婚してしまった家族もいます。そういう人たちのためにもっともっと何か国も東電もできることがあるはずです。どうか皆さん一緒に声を上げてください。よろしくお願いします。